PS2Linux、PS2Linux、PS2Linux PS は2001年5月9日に発売された PlayStation2 用 Linux ディストリビューション。発売元はソニーコンピュータエンタテインメント、現ソニーインタラクティブエンタテインメント。もともと PS2 の開発環境は Linux ベースであることが知られており、ただし、 開発機材に接続される PC が Linux ベースであるというだけで、よく誤解されていたように PS2 で Linux が動いていたわけではない C は Linux に積極的なようだ PS2 でも Linux が動くのではないかという期待が一部で高まっていた。そのような状況で、スノクたらぎ県社長、当時が日本 Linux 協会の小瀬正美会長に対し、 PS2 で動く Linux は出そうと思えば、明日にも出せると発言したことから、ネット上で PS2 で動作する Linux の発売を求める、署名運動が開始された。2001年3月4日のことである。PS2Linux はソフトウェア媒体だけではなく、HDD ユニット、イーサネットアダプタ、USB キーボード、USB マウス、VGA ケーブルとセットで販売された。 後日、正式版が販売された時点で、ベータ版購入者には媒体のみの販売が行われた。後に純正周辺機器として販売されたものと同等品である。一部の PS2 ゲームソフトとは異なり、Linux では専用品であるか否かのチェックを行わないので、CPU 切り替え機等に接続する等の運用も可能である。VGA ケーブルより出力される信号は、 同期信号を専用の信号線に出力する一般的なタイプではなく、緑色の画像信号に頂上させて出力するシンク、オン、クリーンという方式をとっている。このため、対応できるディスプレイが限られ、ユーザーを悩ますこととなった。なお、プログレッシブ出力 480p に対応する一部の PS2 用ソフトも VGA 出力に対応しているが、 VGA ケーブルは純正品としては発売されていないため、ある意味貴重なケーブルである。通常は VGA ケーブルでしか映像出力できないが、通常の TV に出力させるには、セレクト R1 を押しながら起動することで、ルンチメエンバイロメントと CUI の映像出力を NTSC で出力できる。GUI の映像出力を NTSC にしたい場合、 コマンドの入力で X ウィンドウが起動するが p s に l i n u x を NTSC 出力させるときにはトードルストルテックスコマンドのオプションの指定が必要となる。添付されている HDD ユニットと Ethernet アダプタは後に発売された HDD ユニットや PlayStation BB ユニットと同じものであるが HDD ユニットに添付されている HDD ユーティリティディスや BB ユニットに添付されている、PlayStation BB ナビゲーターは添付されていない。しかし、後に BB ユニットのユーザー向けに BB ナビゲーターのバージョンアップディスクが実費で提供されたため、これを利用することで BB ユニットと同等の環境を構築することも可能である。2017頃にはソニーの BB ナビゲーターのサポートは終了してしまい。 PS に Linux の操作で可能であった BB ナビゲーターにコマンドでロギンしたり BB ナビゲーターでのメールの送受信機能ネットワーク経由での BB ナビゲーターのアップデートは使用できなくなる。r e d h a t k c o n d マ r a m a n o l i n u x ベースのディストリビューションである一般的な RPM ベースのディストリビューションの持つソフトウェアの他に プレイステーション2の CPU や GS の機能に関するドキュメント及びツールやサンプルプログラムを含んでいる。また、コマンドであるドル SDR やドルマジェットなどのコンダラマヌー、Linux 由来のツールも入っている。デビアン系ブラックラインの GNU、Linux リリース1.0というディストリビューションも、プレイステーション 2Linux のオフィシャルのコミュニティで発表され、 p s に l i n u x の HDD にインストールをして、使えようになる RedHat 系と d e b i a n 系のディストリビューションの共存が可能になる。共存とは、HDD の中に2種類のディストリビューションが存在し、起動時ランタイミンバイレンメントで起動するディストリビューションを選択して、どちらか一方の起動になる。その後 GentooLinux も参加。p s 2、1. 4のインストール方法は、 p s に l i n u x Community で発表がされています。その後のブラックラインの GNU、Linux は無償なプロジェクトとなり、USB から起動するプログラムがリリースされ、p s に l i n u x の HDD にインストールをしなくても s に l i n u x ケットを使用しなくても p s に本体とカーネルロダー、ELF の起動環境があれば、USB メモリーから起動して使えるようになる。インストール時に、 p s PS に用メモリーカードをフォーマットし、そこに Linux カーネルと設定ファイルをインストールすることとなる。p s に l i n u x キット付属の DVD-ROM とこのメモリーカードを挿入し、電源を入れると DVD-ROM から LunchMe Environment for p s に Linux1.0 なるプログラムが起動する。ここから DVD とメモリーカード上のカーネルの2つを読み込み起動する。 5からカーネルをアップグレード時には PS2 用メモリーカードにアップグレードしたカーネルをコピーすることでアップグレードしたカーネルの使用も可能になる。発売前後 PS2Linux はブームとなり Linux マガジン誌に PS2Linux プログラミングの連載が組まれるまでに至った。しかしリリース後実際に使っていく上で以下のような様々な難点が判明した。 このため PS2Linux ユーザーコミュニティの活発さは急速に衰えていった。結局 PS2Linux は試験的に数千本を提供したのみで販売停止されている。一方の HDD を必要としない PS2Linux は有志の活動でフリーなパッケージが発表されてゆき、これらは無償でダウンロードをして p s に本体付属の USB と p s に専用の メモリカードに入れたから起動する PS2Linux ライブバージョン3になる PS2Linux のカーネルもアップグレードしていきブラックライの版デビアン版ジュフツベ版と数種の PS2 用の Linux が存在するブラックライの GNULinux では PS2 の USB カメラにも対応をしている PS2Linux の DVD 内には エモーションエンジンとグラフィックスシンセとサンプルのプログラムが1作品とプレイステーション2のハードウェアに関する説明が英語、日本語両方の形式で含まれている。参考サイト1、ベクター PS に Linux をいじる。2、PS に Linux エンターテイメントこのページにはアクセスできません。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。